しばらくこればっかりやると思いますんで、よろしくお願いします。続き。ラリーキングですね。またやりたいと思います。裏技をね、使いますんで。ごめんなさい。ちょっと裏技ね、使います。両方できるのかな、これ。右下押しながらセレクトで、左上押しながらセレクト。両方できるのかな、これ。どうなんやろうな。両方できたらこれ言うことないな。とりあえずね、敵がいない状態になってるっていう。あ、減らないっすね。ヒットポイントは減らないし、しかも敵もいない状態になるという裏技ですね。両方2つやりました、裏技ね。はい。完全ですよ。これで完璧ですよね。なので、この面クリアして、2面行っても敵がいない状態なんで、常に1位の状態をキープできるんで、ノルマ達成ができるんですよね。かなりせこいですけど。まあでも僕これぐらいやんないとちょっと無理そうなんで、実力的にね。ちょっとこうごまめみたいな感じもするんですけども。もうそうさせてもらいます。このゲームをやるのが目的じゃないんでね、ガーディアクエストのロープレとかね、ハグルマン3がやりたいわけですよ、僕はね。このゲームはね、ノルマ達成のための踏み台のゲームに過ぎないので、だから、これ、ラリーキングとラリーキングスペシャル両方にこれ通用する裏技なんで、その二つはもうこれでやらせてもらいますもん、ほんと。お主やるな、つったって無敵状態ですから、敵もいないし、ダメージもね、受けないわけですから、まさに無敵ですよね。敵がいないっていうだけでもほんとまさに無敵ですよね。ごまめですよ、ごまめ。敵が全くいない、まさに無敵状態っていう。そう、ぶつかっても大丈夫だし、敵もいないしっていう、両方、すごく親切ですね。こういう裏技を用意してくれてるっていうのが、まあね、下手な人のためにね、用意してくれてるわけですよ。なかったら絶対進めないですからね。当然ですよね。なんかタイトル画面でコースセレクトの裏技もあるみたいですね。好きなコースからできるっていうね、裏技もあるみたいですけど、それメインセレクトみたいな、すごい点数やな。はい、2面ですね。はい、こっから、はい、この面も1位の状態なんで、必ず達成できると、ノルマはね。このゲームの挑戦モードは裏技使うのありですから、大丈夫なんですよ。やり込みモードではダメらしいですけど、はい。あれですよ。ゲームを選択してプレイできるやり込みモードっていうのがあるんですけど、そっちはね、裏技使えないモードなんですけど、これはね、裏技使える、この挑戦モードの方は裏技使えるんでね。はい。まあ、ノルマ達成のこのモードは裏技使っても OK ってことなんで、やり込みモードの方はね、裏技使えないらしいですけど。いやね、長かったですよね。
何回も何回もやってもなかなかね、5位以内にね、いけなかったんで、非常にありがたい裏技ですね。僕の実力では無理だったんでね、非常にありがたいですね。このがないと無理だと思います、僕は。一番最高位10位でしたからね、どんだけ頑張っても。10位台しかできなかったんで。はい、あと1周ですね。あと1周すればノルマ達成になりますね。かなりせこい裏技ですけどね。こんなの誰でもできますよね。敵もいなくて、さらに何回ぶつかっても大丈夫となれば誰でもクリアできますよ。一人でね、孤独レースってやつですね。まあね、これで無敵状態でやってもこんな下手くそですからね。この次は確かスタープリンスだったと思うんですよね、シューティングのね。すごい面白いゲームですけど。スタープリンスも面白いですからね、かなり楽しみですね。で、スタープリンスの次はラリーキングスペシャルで、その次はハグルマン2で、達成しました。無敵状態でね。まあ当然ですね。せこいですけど、ちょっとやり方が。なあ、この前のゲームファンマガジン読んだか。スタープリンスは面白そうやな。コズミックゲートを作ったトマトが作ってるんやろ。これは期待できそうやで。ガイディアクエストもこれまた面白そうだな。そうそう。これは一番楽しみです、僕はね。お前どっちの方がおもろいと思う。同じぐらいかな。でも今は気分的にはガイディアクエストの方がやりたいから、ガイディアクエストにしとこう。そうかそうか、お前もガイディアクエストに気になるか。実は俺も期待しとる。記事を読んだらもう期待は膨らみっぱなしや。続報が待ち遠しいな。はい。まさかさっきの挑戦クリアするとは思ってなかったで。お前は今までの挑戦をラリーカーのようにすごいスピードでクリアしてきたな。次の挑戦はラリーキング最後の挑戦や。そう、まだあるんですよね。スコア1万5000点を目指せ。これは、各コースに存在する場所を通過すると現れる隠しキャラをゲットできれば目標クリアは簡単に達成できるぞ。簡単って書いてあるな。1万5000点のスコアを叩き出せ。お前は速さを求めてプレイしてきたかもしれんが、今回の挑戦は今までのようにはいかへんで。ほな頑張りや。ないな。あらへんぞ。何を探しとるかって決まっとるやろ。電源を入れると光るランプがいっぱいついたカセットやないか。友達のうちで見たんやけど、ランプの光がこれまた守ってあげたくなるような頼り情けない光なんや。それを見るとな、このゲームをクリアせないとあかん。俺がクリアしてやらないといかんと思うねん。そんなカセットがうちにもあったかなと思ってな。なあ、お前も探すの手伝ってくれへん。よっしゃ、探すでと言いたいところなんやけど、実はそんなカセット持ってへん。ないのは分かってても探さないといかん。時として男にはそういうものがあんねん。はい。これでセーブしましょう。あ、間違えた。ちょっと待った。雑誌をも。点数、高得点出せる。これはあれか。すごい裏技。無敵になる究極コマンドを発見。あ、これ、さっきやってたよね。隠しキャラをスクープ。
左の写真を見てくれ。これがラリーキングの隠しキャラ発見の瞬間の写真だ。コース1の後半のショートカットルートを通過すると出現するぞ。確実にゲットしよう。スタートブースト、これはいいや、とりあえず。ショートカットコースね、コース1のショートカットコース。ちょっと今ね、攻略法見ますけど。ああ、ここか。なるほどね。隠しキャラクターまでね、乗ってるんですよね。攻略本見れば。はい。それでやりましょうか。ゴールの前、ちょっと前ぐらいか。はい、もう無敵でやらせてもらいます。頑張れよ。さあ、行こうか。ちょっと待って、点数何倍やったっけ？忘れたな。挑戦状の詳細、ちょっとごめん、1万5000点やね。はいはい、わかった。1万5000点か。ほな、行こうか。川を2回越えたところやね。それを覚えとかないかな。ここ1回目ですね。あ、じゃあ3回か。川3回越えたらいいのか。越えたところってことや。そうやな。川を3回越えたところ。2回目ですね。あと1回。ここか。こっちやな。ここの、あとこっち。なるべくこう、右、左際にね。あ、ここや、3回目。あれ、4回目やん、ここ。ちょっと待って。ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。見つからへんやん。隠し。ここや。ここや、ここ。オッケー。1万410点やから。はい。これであとこのコースをゴールするだけや。2回出てくんのかな、隠しキャラ。2周目も。どうなんやろうな。あとで、ま、2周目もやってみるか。2回だから、4回目の川で、ここ1回目ですよね。川の後ってことですね。2回出るんかな？ 2 回目ですよ、ここで川ね。で、3回目の川。1面で取れるんかな？ 3 回目でしょ。次、あと1回川越えた後ってところやな。4回目。はい。あと、この辺、この際で、左側にね、なるべく走ってればいいですね。隠しの。ここや。あ、一回だけなんやね。一回だけしか出ないんか。じゃあ、また2面でも、じゃあ、隠しキャラを取れば、多分達成できますね。あ、もう一回でいけたんや。早っ。一面でじゃあできたんよね。
やったな。これでラリーキングの挑戦も完全クリアや。お前はどんなゲームやらせてもうまくこなすな。まるでゲームファイターレンみたいなやつやで。何やそれ。知らんのか、あのゲームファイターレンを。いろんなゲームに挑戦していく、必殺技で攻略していく、俺らのゲーム、向こうにとってあるバイブルみたいな漫画やないか。今あの漫画必殺技、カッパの川流れ打ちを特訓中やなんや。お前も俺と一緒に特訓しようぜ。はい。はい、次。スタープリンスじゃないですか。スタープリンスですね。来ました、来ました。これ面白いんですよね。暑いなぁ。夏バテしそうやなぁ。確かに夏ですもんね、今。なんて思っているやろ。次に挑戦するゲームは、そんな気分を吹っ飛ばすようなスカッとするシューティングやで、その名もスタープリンスや。実は楽しみにしてたんやと違うか。その通りやな。それでは最初、挑戦はこれや。エリア1の中ボスを倒せ。中ボスね。はい。この挑戦はエリア1の途中で戦う中ボスを倒せたら達成だ。エリアが始まって先に進むとスクロールが止まり、弾をたくさん撃ってくる地上の砲台が多数登場する。それが中ボスだ。スタープリンスのエリア1で中ボスを倒せ。ボスっていうくらいやからかなり手強いで。ほな頑張りや。今度はスタープリンスやな。あのポツミックゲートのトマトが作ったらしいで。もう辛抱たまらんわ。はよ電源入れてくれ。雑誌も買ってあるけど後にしといて。まずはゲームや、ゲーム。はい。はい。あ、間違えた。ゲーム雑誌見よう思ったけどな。まあいいか。これですね。はい、これですね。これ面白いんですよ。もうめちゃめちゃ僕は好みのショーティングですね。バリアもつけれるんですよね。スターフォースみたいな感じですよね。スターソルジャーでもいいけど、僕もすごく好みのゲームですね。あ、もうこれもスターソルジャーですよね。このパワーアップは連射、こういうね、これ、ため打ちもできるんですよ。ため打ちというか、これ、防御みたいなやつができるんですよね。ため防御みたいな。あら、隠れキャラか。これか。これが中ボスや。これが中ボスですね。これ早う倒さんと。はい、クリア。はい。スタープリンスはなかなか手強いな。こんなゲームを軽々クリアする安倍名人は本場すごいで。俺名人みたいになりたい。同じ髪型にしようかな。おっと、思ってたより早くクリアしたな。でもお前の力はそんなもんじゃないやろ。もっと厳しいやついくで。次の挑戦はこれや。次期バルバートの数を一気増やせ。この挑戦はプレイ中に1アップできれば達成だ。ゲーム内で1アップする方法は2種類あるぞ。一つはスコア5万点以上取ると1アップ。もう一つは地形に隠された1アップトマトを探すのだ。なるほど。1アップしてみよう。この挑戦をクリアできるかな。お前が挑戦をクリアするとこ見たいな。ほな頑張りや。お前は名人の教え通り連射の腕を磨いているか。もちろん。さすがお前はゲーム優等生やな。それなら名人の教えをおさらいしようか。一つ連射の道も一歩から。一つクリアは一にしてならず。一つゲームは毎日。いや、なんや、もうええのか。名人のお世話は108まであんねんけどな。はい、一応セーブしときましょう。
じゃあ進みましょう。はい、スタープレイですね。はい、中ボス、ステージ1の中ボスに有効なのは、まあさっき倒したけどな、 A ボタンか B ボタンの押しっぱなしでバリアが使えるのは知ってるな。さっきやったな。その状態で敵の弾を3発を防ぐとスパークショットという強力な、反撃ができるんだ。この技を使えば安全かつ確実に中ボスを倒せるぜ。あ、これか、1アップ、やっぱりあった、1アップ、トマトマークだよな。スタプリでも1アップおなじみのトマトマークが出現する。写真を参考にショットを打ち込んでエリア相手の1アップを確実にゲットしようぜ、うん、この画面を覚えとかなかなきゃね。ちょっと待って、攻略本で出るんちゃうの、その場所が、1アップの場所、ああ、なるほどね。はい。攻略本もちょっと開いときましょう。そうすれば分かりやすいので。はい。あ、ちょっと待った。まだ最後まで見てなかった。はい。腰キャラね。シューティング専用コントローラー、裏技を公開、コンティニューができるね、うん、ラリーキングの裏技、ライバル車がいなくなって快適ドライビングそうかそうか、まあ使っちゃったけどね、もうその裏技をね。はい、ガディアクエスト無念の発売延期、なるほど。アリのオン。はい、じゃあ1アップを探す旅に出かけましょう。あんまりなんかね、よそ見も捨てられないから攻略本ずっと 見るのも危険ですな。よく地形を見ないかんですね。1アップが、1アップっぽい地形をね、見つけないかんから、まあ、左側見といた方がいいな。左側にあるから、これ自分の連打でやらなきゃいけないですよね。連打ボタンがないから、連打ボタンないもんな。どのボタンを押しても連打にならないもんな。あ、中ボス内来ちゃった。これか、今言ってた。中ボスの、ちょっと待って、中ボスの後か、あと待ってよ、中ボスの後、うん、もうちょっと後か、もうちょっと後やな。あ、見つけた。おー、いけたいけた。おい、お前見たか、名人がテレビで特集されてたで。名人は毎日1000回指立て伏せ欠かさないらしいで。たゆまぬ訓練を毎日毎日繰り返して、すごい連射能力を鍛えてやるんやな。もしかして名人はあのゲームファイターレインよりすごい人なのかもしれへんな。あれ、もうクリアしたん？早っ、思ってたより早っ。
もうちょっと難しくせんとさすがにあかんかな。次の挑戦はこれや。エリア2のボスを倒せ。この挑戦はエリア2の最後に出現するボス、ソルデオンを倒せば達成だ。バルバートをブースターパワーアップさせて、ソルデオンをやっつけよう。ボスが撃つ特殊な頭に気をつけろ。スタープリンスでエリア2のボスを倒せ。このボスは強いで、パワーアップがクリアの鍵やな。クリアできるかな。まあ期待しないで待ってるで。ほな頑張りや。はい。今日はそれだけじゃないんや。じゃあこれなんやと思う。これは噂のスタープリンス専用の連射コントローラーやで。これさえあれば誰でも名人みたいに連射できる。もう指の痙攣とはおさらばや。快適な連射生活が俺たちを待っとるで。はい。また雑誌が。スタープリンスをプレイ中に Y ボタンで連射ができるようになりました。あ、これはいいね。Y ボタンか。秘密を徹底解明した。はい。スタープリンスの夏。150万点ボーナス。GO ですみたいなやつやな。エリア、まず各エリアの中ボスを12秒以内に倒そう。ああ、なるほど。そういう、いろいろ段階があるんですね。やらなきゃいけない。プリンスパネルでボーナスゲットだ。ラリーキングがタイアップで蘇る。この次はラリーキングスペシャルですもんね。うん、まあ、それも裏技でもね、突破してしまえばいいんですけど。はい。はい。はい、2面クリアってことですね。さあ、挑戦クリア目指して頑張っていこうか。深夜。お母さんは忙しいから代わりにお使い行ってくれへん。いや、今いいとこやねん。後で行ってくるからちょっと待ってくれ。あ、そう。じゃあ後でちゃんと行ってくるんやで。はい。今度、Y ボタンで連射できるようになったと。いや、楽でいいな。連射しっぱなしになればね、これ連射ボタンがあればね、あとはね、操作に集中できるんですよね。連射しないといけなくなると、連射に集中しなきゃいけないから、操作の方がおろそかになりやすいんで。だから、連射はすごいありがたいんですよね。自分で連射するとなれば、操作と連射と両方ね、気を使わなきゃいけなくなるから。連射だけだったらもう、連射、操作だけに集中すればいいわけですからね。非常に楽なんですよ。連射あればね。ああ、爽快感すごいね。すごいっすね、このゲーム。連射だったらこの中ボスも余裕だと思うんですよね。もっと余裕で倒せると思うんですよね。めっちゃ快適やな。爽快感も抜群ですね。うお、すげえ。いいっすね、このゲームは。あれ？やられた。今のボスやったのか、この面の。しかも1アップ取り忘れてたの、取り忘れてるね、トマトね。まさかやられるとは思わなかったな。ボスか。
弱い。さっきやられた敵の方が強かったな。あ、じゃあ次に2面ですね。一応念のためにクイックセーブさせてもらいます。クイックセーブはね、あのキーボードのね、あの L5 押せばあのできます。あの DS のクイックセーブはですね、あ、しまった。うわ、変なボタン押してもうたな今。うわ、マジか。見せよう思ったら、これがね、F5 押せば、クイックセーブができて、F7 押せば、ロードでいきますね。はい。しまったな、今。なんかのボタンで反応してもうて、戻ってもらいましたよ、俺。あー、ちゃう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 。違うって。なんか知らんけど、ファミコンが起動してもうたかな。ネオジオか。ネオジオ CD が起動してもうたやん。ちゃうちゃうちゃう。なんで野球やんなあかんねん。しまったな、スターポレスせっかく1面クリアしたのにな。クイックセーブしよう思ったらところでね、なんか、キーボードのボタンに反応してもうて戻ってもまいましたね。またやらなあかんよってことは1面から。これは結構思わずトラブルですね。しまったなぁ。また一面からやんなきゃいけなくなりましたね。あれ？ちょっと待って。これまた1個目の挑戦に戻ってもうた？これ。そういうことか。連射できないってことはそういうことやな。最初の挑戦に戻ってまいりましたね。何やったっけ？中ボスを倒すんやったっけ？しまったな。中ボスを倒せやったよね、二つ目の挑戦で確か。しまったな。セーブしとけばよかったな。その二番目の挑戦クリアした時にセーブしてなかったんやな。もう一回一回やっぱクイックセーブっていうか、ちゃんとセーブするべきですね。こういうことがあるときに戻ってまうから。結構硬いな。あれ？違うの？あれ？連射できないけどな。これ1アップを取るのがあれか？ 1 アップを取る挑戦やったっけ、これ。あ、これか。そっか、こっちやったんや。はい。はい。で、これがエリア2のボスですね。あと2回目ですね。同じことをやらなきゃいけなくなる。はい。で、ここで連射装置が手に入るということですね。あー、セーブしなあかんや、セーブ。やめるにしています。ちょっとこまめにセーブしときましょう。あー、ちゃう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 。これやめるってそのままにしてんの、上まで戻ってほしいですね、これカーソルがね。
じゃあもう一回ちょっと一面からやらなきゃいけなくなりますね。もう一回一面クリアしなきゃいけないですね。今度は1アップを取った方がいいな、なるべくな。2面どれだけ難しいかわからないんで、中ボスの後の1アップさっき取り忘れたから、今回ちゃんと取らなきゃいけない。爽快感がありますよね、これは。スターソルジャーに近いよな。スターフォースというよりスターソルジャーですね、これはね。まあ、点数が目的じゃないから、今回はね。2面のボスを倒すことが目的ですから。中ボスの後って覚えときゃいいですね。1アップがあるのは。はい、取りました。5機になりましたね、3機が。なるほど、それでやられたんか、今の。下から来たやつに当たってやられたんですね。なんでやられたかわからなかったね、さっきやった時ね。一面のボスですね。レーザー撃ってくるのか。はいはい、はい、クイックセーブしました。今ね、音が止まったと思うんですけどね、あれでクイックセーブできたってことですね。一応ね、2面がどれぐらいむずいかわかんないので、念のためにセーブしておきます。多分大丈夫とは思うんですけどね、クリアできるとは思いますけど。すごいな、爽快感がすごいな、これ。これ中ボスやな。あー、しまった。あ、戻るんや、これ、死んだら。まさかボス中ボスやられるとはな。念のためにクイックセーブします。ここでも、できてんのかな、これ。なんか反応しない時あるんですよね。ちょっ
ちょっと待って、M を押してみようか。あ、できてるか。できてますね。うん。うん、できてますね。はい。まあ、残機6機もあるからいけるとは思いますけど。危ね。後ろから出てくるから。これ4面までね、あるんですね。はい。これでボスかな、そろそろ。うわ、マジか。こいつ強えな。確かに2面、まあまあ難しいですね。もう残機がいっぱいあるからなんとかなってるけど。こいつが強いな。うわ、マジか。あの敵強えな。あれ、ちょっと進んだか。あ、進んでないか。また出てきたな、これ。うーわ、むずいで、これ。2面難しいわ。こいつ倒した方がいいな。うーわ、ちょっと待って。ああ、よかった。いけた、いけた。よう似てんな、一面のボスと。おーっと、危ない。見分けがつかないやん。あー、しまった。一面のボスと見分けつかんやん。うわ、むずっ。これはちょっとね、一歩動きが怪しくなってきた。弾が多すぎんねんな。よし、いけた。思ったより硬いねんな。よし、倒せた。よし、クリアしました。一面のボスと同じような感じですね。連射コントローラーの使い心地はどんな感じや。すごくいい。せやな、今まで連射しすぎて指がボロボロになったけど、もうボタンを押してるだけで名人みたいに連射できる。スタープリンスもこれさえあれば楽勝やな。連射コントローラーちょっとずるくない？さすがのアリーナもそこまで考えてなかったわ。これから挑戦内容も考えておかないといかんな。それでは次の挑戦はこれや。スコア25万点を目指せ。この挑戦はとにかくスコアが25万点超えれば達成。ゲーム内に数多く存在するいろいろなボーナスを取って達成を狙おう。各面ごとに存在するプリンスボーナスのパーフェクトが狙い目だ。スタープリンスで25万点以上を叩き出せ。この挑戦は一スイナーではクリアできへんで、ほな頑張りや。シューティングうまいな。でも世の中にはまだまだうまいやつがたくさんおるぞ。お前も知っとるやろ。トマトが主催するスタープリンス甲子園。腕に覚えのあるプレイヤーがスタープリンスのスコアを競う。日本で最大のゲーム大会や、全国の強者たちのと比べたら俺たちはまだまだひよっこ。いつか俺たちもそんな大会に出てみたいもんやな。ゲーム雑誌見てみるか。150万点隠しキャラ出現条件。簡単じゃないぞ。各エリアの中ボスを12秒以内に倒そう。あ、それはちょっと無理やな。成功すると合図の音が鳴るぞ。4エリア全ての中ボスを
時間内に倒したら、最後はエリア4の後半の写真の場所に。ちょっとこれは無理ですね。難しすぎますね。出現したブースターマークを取らずにショットを12発打ち込むとなんと破壊できるのだ。しかもそのタイミングの画面内にいた雑魚敵と敵弾すべてを破壊し消し去るできるのだ。破壊し消し去った数によってボーナス得点も大倍増するぞ。 S のやつか。プリンスパネル途中でやられたのに続けて発見すると倍々ボーナス得点に。ああそうなんや。6個ずつ出現隠されているプリンスパネル、繋がっている線がヒントになっている。同時に破壊するとテクニカルボーナスが入る。地形 ゾムスの攻略ヒントは地形に描かれた線が握っていた。線で繋がっているゾムスをセットで同時に破壊するとボーナスだ。この紫のやつね。はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、25万点ですね。はい、あ、しまった、間違えた。さあ、いけるかどうか。25万点か。もうとにかくあれですね、地上物破壊しまくるって感じやな。4000点ぐらいいってる。パワーアップしてないけどね。ああ、点数高いんですね。パワーアップできないけどね。25万点やったら余裕なんちゃうの。パワーアップしてないからちょっと敵が中ボス強く感じますけど。37,000点。なんか落としたな。見つからんかったか。1アップ取らなあかんよ、よく考えたら。忘れてたんちゃう。逃してもたっぽいな、1アップ。ああ、しまった、そうか。これ下から来るんやった。もうワープ取った方がいいな。ノーマル状態キープするのはちょっと難しいから。あ、親帰ってきたな。また続きはこれ次回ですね。はい。じゃこれで今日は終わりにしてします。また続きやりますね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。ん？クイックセーブ。できてるかな？クイックセーブできてますね。はい。じゃあ今日はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。あ、まだでしたね。はい。続きやります。まだ親帰ってきてないですね。ボスですね。
先天。先端ああしまった何しとんねああ炎上して10万点いったけど3万点いったら ここでセーブするかできてんのかなあ、できてんな。あと10万点ですね。17万点まで来たから、もうちょっとやね。壊しもた。音楽もかっこいいですね。やばいやばい。ああしまった。強えなこれ。あの敵めっちゃ強えな。あの時バリア使えばいいのか。これを。ああ、くそ。ちょっと待って、このシーン難しいな。ああ。左押しながらスタート。あー閉まった。あー遅く遅れた。F7。はい、クイックセーブね。あれコンティニューができたら続けできるからね。やっぱ25万点ね、ノーコンティニューでできなかったな。あー。いや、結構難しい条件やな、25万点のコンティニューでやるのって。コンティニュー使わないと無理やな、これは。コンティニュー使っても OK ですからね。左を押しながらスタートでコンティニューできるんで。20万点いきました。
あーマジか。あと5万点もあるからな。よし、どうせや。よし、倒した。はい、2面クリア。結構しか取れなかったね。22万点、あと3万点か。はい、クイックセーブします。はい。できてるね。はい、できてる。あと3万点ですね。こいつは、おっと危ない。下から来るからな、あれが。そうそう、これ当たってやられるから。23万点。よし、行った。これにてスタープリンスの挑戦おしまいやな。いや、スタープリンスはかなり熱かったで、シューティングは苦手な俺でもすっかりハマってしもうたわ。散々遊び倒したけど、もっとやり込めばさらにハイスコア狙うはずや。スタープリンスはまだまだ終わらへんで。はい、これ最後の挑戦やったんですね、これのスタープリンスのね。次ラリーキングスペシャルでしょ、やっぱりね。はい、おい、相変わらずゲームやっとるか。次に挑戦するゲームはバシッと決めてきたで。その中も、ラリーキングスペシャルや。このゲームは、懸賞でしか手に入らへんから、まずはこのゲーム手に入れるところから挑戦やな。それでは最初の挑戦はこれや。ドラフトを使わずにコース1を完走せよ。それは簡単ですね。この挑戦はドリフトか。ドリフトを使わずにコース1を完走できれば達成だ。しかし、しっかり A ボタンを押さえて、絶対に途中でボタンを離さなければ達成できるぞ。もしドリフトしてしまったらリセット押そう。ラリーキングスペシャルでドリフトを使わずにコース1をクリアしろ。ラリーキングで磨いたテクニックがあるやろから、最初にしてはちょっと難しめの挑戦やで。せいぜい頑張りや。今月のゲーム雑誌いつものとこに入れといたで。ところで今日はゲーム、どのゲームやろうか。ラリーキングでもやろうか。そうや、ラリーキングやろうぜ。気づけ、早気づけ。お前はほんまにボサーとして、しよってからに。パッケージよく見てみ。いつものラリーキングと違うやろ。懸賞でしか手に入らない。幻のラリーキングスペシャルやで。懸賞に応募して当たったんや。それはすごい。せやろ、すごいやろ。褒めて、もっと褒めて。俺が、有頂天になるくらい。俺の、鼻が天まで届くくらい。力いっぱい俺を褒めたたえてくれ。はい、じゃあこれでセーブします。そうそう、この次がハグルマン2で、その次がガディアクエストで、その次がハグルマン3で終わりなんですよね。あともうちょっとですね。ハグルマン2登場。はい、スタポリ無敵コマンドだ。うん、無敵コマンドあるんですね。うん、コースセレクト技、あー、メインセレクトですね。大特集。
通常版との違いとは、まずコース内の障害物が一部追加され、テクニカルになっている。さらにコースクリア後のカップ取りラーメンの CM が入るのだ。コースの絵も、夕方、夜の絵に変更されたぞ。そうなんや。はい。じゃあ、今日のところはちょっとこの、ゲームセンター CX 有野の挑戦状1はこれで終わりにします。はい。はい。じゃあ次はね、2行きます。